ダニエル書第3章。ネブカデネザル王は一つの金の像を作った。その高さは60キュビト、その幅は6キュビトで、彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てた。そしてネブカデネザル王は総督、長官、知事、参議、古官、法官、高僧および諸州の管理たちを召し集め、ネブカデネザル王の建てたこの像の落成式に臨ませようとした。そこで総督、長官、知事、参議、古官、法官、高僧および諸州の管理たちはネブカデネザル王の建てた像の落成式に臨み、そのネブカデネザルの建てた像の前に立った。時に伝令者は大声に呼ばわっていった。庶民、諸族、諸国語の者よ、あなた方にこう命じられる。角笛、横笛、琴、三角ごと、縦ごと、風笛などのもろもろの楽器の音を聞くときは、ひれ伏してネブカデネザル王の建てた金の像を拝まなければならない。誰でもひれ伏して拝まない者は、直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。と、そこで民らは皆、角笛、横笛、琴、三角ごと、縦ごと、風笛などの、もろもろの楽器の音を聞くや、庶民、諸族、諸国語の者たちは皆、ひれ伏して、ネブカデネザル王の建てた金の像を拝んだ。その時、あるカルデヤ人らが進み来て、ユダヤ人を足ざまに訴えた。すなわち彼らは、ネブカデネザル王に言った。王よ、とこしえに生きながらえられますように。王よ、あなたは命令を出して仰せられました。すべて、角笛、横笛、琴、三角ごと、縦ごと、風笛などのもろもろの楽器の音を聞く者は皆、ひれ伏して金の像を拝まなければならない。また誰でもひれ伏して拝まない者は皆、火の燃える炉の中に投げ込まれると、ここにあなたが任命してバビロン州の事務を司らせられているユダヤ人、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴがおります。王よ、この人々はあなたをたっ飛ばず、あなたの神々にも仕えず、あなたの建てられた金の像をも拝もうとしません。そこでネブカデネザルは怒りかつ憤って、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴを連れてこいと命じたので、この人々を王の前に連れてきた。ネブカデネザルは彼らに言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴよ、あなた方が我が神々に仕えず、また私の建てた金の像を拝まないとは本当なのか。あなた方がもし角笛、横笛、琴、三角ごと、縦ごと、風笛などのもろもろの楽器の音を聞くときにひれ伏して私が建てた像を直ちに拝むならばそれでよろしい。しかし拝むことをしないならば直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。一体どの神が私の手からあなた方を救うことができようか。シャデラク、メシャクおよびアベデネゴは王に答えていった。ネブカデネザルよ、このことについてお答えする必要はありません。もしそんなことになれば私たちの仕えている神はその火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。また王よ、あなたの手から私たちを救い出されます。たとえそうでなくても王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、またあなたの建てた金の像を拝みません。そこでネブカデネザルは怒りに満ち、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴに向かって顔色を変え、炉を平常よりも7倍熱くせよと命じた。またその軍勢の中の力の強い人々を呼んで、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴを縛って彼らを火の燃える炉の中に投げ込めと命じた。そこでこの人々は街灯、下着、帽子、その他の衣服のまま縛られて火の燃える炉の中に投げ込まれた。王の命令は厳しく、
発露は甚だしく熱していたので、シャデラク、メシャクおよびアベデネ号を引き連れて行った人々はその火炎に焼き殺された。シャデラク、メシャク、アベデネ号の3人は縛られたままで火の燃える炉の中に押し込んだ。その時アブカデネザル王は驚いて急ぎ立ち上がり、大臣たちに言った。我々はあの3人を縛って火の中に投げ入れたではないか。彼らは王に答えて言った。王よ、その通りです。王は答えて言った。しかし私の見るのに4人の者が縄目なしに火の中を歩いているが、何の害をも受けていない。その第4の者の様子は神の子のようだ。そこでネブカデネザルはその火の燃える炉の入り口に近寄って、糸たき神のしもべ、シャデラク、メシャク、アベデネゴよ、出てきなさいと言ったので、シャデラク、メシャク、アベデネゴはその火の中から出てきた。総督、長官、知事および王の大臣たちも集まってきてこの人々を見たが、火は彼らの身には何の力もなく、その頭の毛は焼けず、その街灯は損なわれず、火の匂いもこれにつかなかった。アブカデネザルは言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴの神は富むべきかな。神はその使者を使わして自分により頼むシモベラを救った。また彼らは自分の神以外の神に仕え、拝むよりもむしろ王の命令を無視し、自分の身をも捨てようとしたのだ。それで私も今命令を下す。庶民、諸族、諸国の者のうち誰でもシャデラク、メシャク、アベデネゴの神を罵る者があるならば、その身は切り裂かれ、その家は滅ぼされなければならない。このように救いを施すのできる神は他にないからだ。こうして王はシャデラク、メシャクおよびアベデネゴの位を進めてバビロン州におらせた。